いピックスミックスの人物相関図を作ろう。何ですかこれは。はい、はい、私たちのね3人の人間関係をちょっとあらわにしていきたいなと思うんですけど。なるほど。まずはね私の相関図から書いていきましょうということで、はい、じゃあ一番左の方に書かせていただきます。はい、こういうことでしょ。はい、そう、はい、こことここもつなげるよ。アイリとミーマ。そっか、難しいよね。そあ、ここにピックスミックスが良いじゃん。あ、そこの間にさピックスミックスね。だからミーは、まあ、妹と。いやでもこれアイリなんて埋まんないんじゃないの。これもう多すぎて。いや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 、あ、これ可愛いね、ミーの。可愛い、いい感じに。ここに繋がってる。難しいね、これ繋げんの。みんなハートよ。じゃあ、幼馴染とかいる？ジージーとババがいるでしょ。確かに。ミーそれさ、家族で埋まるんじゃないの。え、でもさ、あ、で、ここにお母さんが来んねん。あはー、なるほど。じゃあミーとも繋がってるから一応。お母さんはババの友達。あ、じゃあお母さんとお母さんも繋がってる。正解だ。そう、ここは友達だから友。ちょ、ここ僕だよ。ここはなんかお下がりくれる。お下がりって書いてある。意味わかんなくない。やばい、本当に。あれはくれるのかな。くれるか。え、どうしよう。幼馴染はいない。いとこ。いや、いるけど関わりない。あー、そっか。じゃあ小学校の友達。え、いるけど誰も別に。中学の友達。あ、一人だけいるわ。え、名前書いていいのこれ。友達の。いいじゃん。うん、あの芸能やってる子だったら分かるけどね。おー、これ S がいて小学校の友達。おー、うん、これ難しいね。ね、むずい。意外とつなげるの難しい。つなげて、そうです、名古屋。みんな名古屋。むずくないこれ。むずい、めっちゃ。もう友達、家族、お母さんだけ。え、じゃあ、こっからさ、広げていかないとダメなんじゃないの。そうだね、だってあれ、いないの、なんか母の友達の。あ、ここは友達だよ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。習字友達。へえ。ここ、3人そうなんだ。習字、だからここも習字友達やな。おー、みんな習字友達やってるわ。普通にチケットを買って私のライブに見に来てくれます。弾丸でたまに。すごい。見る先生。あ、そう、あの子か。そう、会ったことあるね。なんか私が結構あの LINE とか消しちゃったりとか、インスタもやってないし、つながりがないんですよ。だからあの現場に来るしか会えないからって言って、うん、来てくれるんだ。そう、現場に来てくれて。いや、ミーが会いに行こう。それな。さすがにね、大切な友達です。はい、くらいですかね。あと、まあ大学の友達が一人いるね。知ってるよ、その子。ね、そう、この子もよく来てくれる。みんなとか大丈夫。みんなとかある。そうですね、はい、くらいかな。はい、いいですね。思い出したら後は書きます。オーケーです。はい、じゃあ次はカレンですかね。はい、はい、これでもだいぶつながってくる、ここに。そう？まず何書くかね。自分のファミリー、うんうん、はい、上に書く方がいいかな。そうだね。母、父、姉、ファミリー。そうだよね。で母方のいとこ、うん、男の子ですね、うん、父方のいとこ、お、男の子2人ですね。おお、全員男です。アイリとカレンの共通の友達とかさ、こっちに書いてくれるか。残してもらえる。某 M ちゃんって子がいまして、ほうほう、こちらはあのこの前来てくれた子です。あ、そうですね、はい、でこれは私の中学の時の友達なんですけれども、ほうほうほう、実はまあちょっとなんかあるかもしれないって。でこの子はお姉ちゃんのことを先輩と呼んでいます。けどお姉ちゃんはなんか全然先輩じゃないから先輩じゃないってずっと言ってますね。なるほど。ペットはペット書いといた。あ、ほんとだ、ナナちゃん。確かに。じゃあナナちゃん、ババたちがここじゃないから。ここら辺にこのナナ。お友達なんでしょ、こっち。わかった、ミスマガゾーン。あ、確かに。いいね。ちょっとこれ名前書いどうしようかな。広がるんだよね、でもここから。そうだよね、これめっちゃ長くなるよ。そうだよね。いいね。で、うんうんうん、ここのオカピの家族はもう私のファミリーです。なるほど、なるほど。いろいろ連れてってくれる、ご飯とか。どうやって書こう。釣りさんから仲良くなって。いや、ここ全員立ちです。ここもかっこいい。ここ立
ね、全員ここそうだよね、え、あと誰かいたかな、ね、え、難しいね、え、なんかさ、パッと思い、うん、なんかさ、ね、難しい、なんかそれぞれ紹介していきます。辻、ここは全員ミスマガつながりなんですけど、辻とはなんかたまに会います。なんかネイルが可愛いからネイル可愛いねって言ってよくやったりします。で、おかずはそのよくご飯を食べに行きます。なんか焼肉とか行って食べます。で、りっちゃんは一緒になんか展示会とかなんか誘ってくれて一回行きました。すごいなんかお姉さんだから、あの、私がたくさん食べたのに払ってくれたりします。で、内藤はあの私のカレン友達なんで、カレンとカレンの、うんうん、結構ずっとカレン、ダブルカレンでやらせていただきました、1年間、うん、キーちゃんはもうダチだから、その1週間に1回ぐらいは夜中にめっちゃ LINE をします。うーん、え、こんなもんじゃない。でも私の友達、某親友ちゃんはってダチ書いとくか、うん、ダチ。あ、これ多いな。あ、待って、あれだよ、地元の友達、親友がいるか、私。そうだね、確かに。こっち、こちらこちらね、まあちょっと当ててもらって、親友ですね。うんうん、で、もう一人、地元の親友ちゃんね、あるちゃん。じゃあこっち心の友で親友ですね。で、この子はお姉ちゃんともつながってます。うんうん、そうだよね、うん、な感じかな、ですかね。以上です。あ、カナンちゃんもだ、あ、カナン、そうだよ、カナン書いてない。あの、30分前ぐらいまで一緒にいたのに。あ、カナンもしたらもうすごいんじゃない。確かに、確かに、ちょっと待って、カレンに書いておこう。そうだ、待って待って、大事なこと忘れてた。そうだ、そうよな、うちの弟ラブなんだった。大好きなのに振り向いてくれないの。待って、ワイの弟にもハードル高い。つけよつけよ、キーでしか攻めてないから。嫌なメンバーすぎる。じゃあ、まずメンバーの友達同士って結構あるよね、うん、うちらもアイリーの、だっていつ面も友達とも私、え、マジでやばい。アイリーの大学、うん、メンバー友達同士、この子がその全員友達みたいな、うん、でも私アイリーのね、大学の人もね、ほとんど話してる。ここはだいぶ繋がってんじゃない。ここやばい、ね、ここやばいよね。だってカレンアイリーは多分結構アイでタルトね、あ、タルトがいます。やばい、病んでる、うちの弟ラブだから。やばい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 、みんなへこんでるよ。でも片思いだから。ここが家族で、家族でしょ、家族、うん、で、じゃあ若い順ね。小学校はもう知ってる子ですね。ケイって子と、うん、Rっていう子が、うん、まあ、結構仲良くって、うんうん、まあ、今でも結構会ってます。これ小学校の友達、ね、で、ケイって子は、うん、あの、まあ、めっちゃ仲良くって、うん、で、お誕生日とかで初めてワインを一緒に、嘘だ、スパークリングシャンパン、シャンパン、イエス、そう、シャンパンをそう飲みに行ったりしましたね、はい、でもあんま会わないんですけど毎日 LINE をしてます。でも仲いいってずっと言ってるもんね。そう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 。で、ちょっと、あの、私がつながってる人ここら辺に書いてくる。あー、確かに、え、中学か、これ中学か、あ、じゃあ、うん、小中、中学はうちらあんまね、つながってないよね。中で、そうだね、高校、高校一緒だもんね、だって高校、そうだね、え、高校だいぶじゃない。やばい、私も制覇するよ、全然高校も大学も違うのにね。待って、まずグループが、グループというか、まあ、私が所属しているグループが2つありまして、グループ以外にもよろしくお願いします。ちょっと、まあ、それもあるよね、全然、全然ある。 M、M、多いんだよ、アイリー。そういうことか、掛け持ちって言われて、ビクミクよりも多分多いさ、ちょっと待って、大人数ですよね。まあ、ここ一面それ私つながってる。これは、ここ私も、まあ、繋がってる。これリーちゃん、リーちゃん、こうやってほら、こうやって繋がってきな、はい、あ、間違えた。ここ繋がって、でも全員知り合いだから大丈夫、安心してほしい。あ、じゃあもうこの子とかじゃないんだ。そうそうそう、ここね、こうですね。じゃあここ全部繋げちゃおう、丸さ、ここ繋げて、うん、で、こことこ B って。で、ちょっと待って、もう一個高校の一面があって、うん、それ繋がってないかな、私。え、これ全部、全員繋がってる、多分。え、やばいだろ。え、私、これ一緒の人ね、これ一緒の人で、で、こうね。あ、じゃあこっちの方が繋がってる、多分。もうすごい、こっちが繋がってて。え、ここの線は何？
あ、同じ人か。これ、あ、そうそう、同じ、同じ人がこれが、そう、所属。イコールにしよう。イコール、イコール。そう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 。これが、まあ、だ高校ね。うんうんうん。はい。で、ちょっと待って。で、大学が。大学が、大学が、まあ、なんだろうな。